はい、皆様こんにちは。音サイトオーディオのしけもくです。チャンネル登録お願いいたします。ということで本日なんですけれども、こちらですね、国産 DQ アンプの先方ティアック AP505 の徹底レビューをしていきたいなというふうに思います。はい、まず結論申しますと、今回ねご紹介するティアック AP505、まあ、非常にいいです。正直かなり私はおすすめしたいですね。10万円ランクのアンプっていうのも私結構持っていて、何個ぐらいかな、10個は持ってないのかな。まあでもそれぐらい持ってるんですよ。で、いろんなメーカーが出している本当に激戦区の、まあ、アンプのね価格帯なんですけども、おすすめいくつもあります。いくつもあるんですけども、この AP505 は、おすすめトップクラスに入ります。それぐらい、もうなんていうかね、しけもくおすすめ印。勝手に。これがつけていいんだったらつけたいなって思うぐらいすごくね魅力的なアンプなので、本日ねこの魅力について皆様と一緒に視聴したり、そしてご紹介できればなというふうに思っています。で、早速なんですけれども、まずティアックの簡単な説明させていただきますと、まあ非常に古くからある日本のオーディオメーカーですね。アンプやダックとか CD プレイヤーとか作っていますけれども、で、上位ブランドにエソテリック、私も持っているんですけども、エソテリックとティアックはまあ兄弟ブランドでございますね。で、このティアックなんですけども、かなり昔から DQ アンプに取り組んでいるんですね。もうで、実は今のそのティアックのラインナップっていうのは、アンプはすべて DQ アンプです。逆にエソテリックは DQ アンプね、一切採用してないんですけど、まあおそらく DQ アンプのティアック、そして AQ、ABQ のエソテリックっていう風に分けてるんじゃないかなって思うんですけども、ティアックの今の現行のラインナップは全部 DQ アンプですね。で、この AP505、まあそして AX505 とか AP701 に使っているのが、ハイペックスという、まあオランダのね、まあ、メーカーの N コアという DQ アンプのモジュールを搭載しています。で、この N コアなんですけども、国産メーカー、他で言えば、例えばマランツなんかも採用していますし、海外メーカーで言えば、ジェフ・ローランドっていう非常にハイエンドのアンプがあるんですけども、これの、なんと1000万円近いアンプにも N コアモジュール採用されてるんですよね。まあ、つまり、単にコストダウンとかそういったものじゃなくて、音がいい、特性がいいっていうのがすごくね、評判なんですけども、まあ、だからこそ、ティアックっていうのはこの全面的に採用しているんじゃないかなというふうに思います。で、AP505 の仕様なんですけれども、まずこれ、2019年に発売のパワーアンプですね。パワーアンプなので、ボリュームはありません。まあ、つまり、これを使おうと思ったら、DAC か、あるいは、まあ、プリアンプかなんかで、まあ、ボリュームの調整をしてあげる必要があるんですけども、何が面白いかって言いますと、まずこれ、メーター、見えますかね？メーターがね、アナログメーターなんですよ。DQ アンプなのに、メーターはアナログ。これめちゃめちゃおしゃれですよね。はい。そして、また面白いのがね、これ、すごく接続の方式が、いろいろあるんですよ。なかなか面白いなって思うんですけども、まず通常のステレオ。これは1台で、まあね、スピーカーを鳴らすタイプ。まあこれは普通の使い方ですよね。で、面白いのが、まあ今回もね、試すんですけども、2台構成で使うことができるんですね。どういう意味かっていうと、このバイアンプか BTL かっていうのが選べるんですね。バイアンプっていうのは、それぞれね、この1台で、1台を鳴らすんだけれども、バイアンプなので、それぞれからスピーカー端子を出して、こちらがウーファー側につないで、こちらがツイッター側につなぐみたいな、そういうような方式ですよね。まあ逆に言うと、バイアンプに対応してるスピーカーじゃないと鳴らせないんですけども、で、BTL は逆にこのスピーカーの1台を、まあ内部でまとめちゃって、1つのペアに対して出すというような方式でございます。で、これね、結構音変わります。良くも悪くも音が変わる。ここはね、皆さんと、空気録音で一緒に視聴していきたいなというふうに思います。はい、それではこれから空気録音入っていきたいんですけれども、これ前回の動画と同様に、まずは1曲皆様とお聞きして、3曲はね、動画の一番最後に持っていきたいなというふうに思います。で、先ほどもね、お話しした通り、接続の方式で全然音が変わるので、まずはステレオ1台仕様ですね。そして2番目がバイアンプ。で、3番目が BTL。この順番で聞いていただきたいなっていうふうに思います。で、曲は前回と同様に、ジェイソン・ムラーズの6分の5ですね。で、聞いていただきたいところが、低域の沈み込みと、あとは、まあ、広域の透明感みたいなところが結構変わってくるんですね。なので、最初のね、ドラムのキックの太さとか、あとはライドシンバルがね、入ってくるんですけど、それがどういう風にパーって広がるか、空間をどういう風に、こう、まあ、散りばめられていくのか、みたいなところだったりとか、あるいはね、ベースラインの輪郭ですよね。まあ、明瞭に聞こえるのか、あるいはちょっと丸く聞こえるのか、みたいなところが変わってきたりとかするので、また声の定義とかもありますけども、そのあたりに着目して空気録音を聞いてみていただければという風に思います。それでは、お楽しみください。どうぞ。
Are you dancing with your partner or are you pushing them around? Are you begging for attention or do you love the one you found? Are you giving up your Saturdays to walks all over town? Or is every day a jolly holiday with the merry you're with now? はい、皆様、計3パターンでの空気録音いかがでしたでしょうか。どうでした？いや、私ね、まずこれも結論からお話しすると、シングルいい、バイアンプめちゃめちゃいい、 BTL はなんていうか要検討みたいなそんなような印象なんですよ。でちょっとそれぞれのお話をしていきたいなって思うんですけど、まず全体の印象で言えば、すごくよく聞こえませんか？どうですか？まあ、好みもあるからな、なんとも言えないんだけども、私すごくいいなって思っているのが、そのアンプの魅力っていうものを味わえるアンプだなって思うんですよ。何かっていうと、例えばアンプのパワー感、こうね、スピーカーをゴリッと鳴らしてる感じだったりとか、あるいはその空間に対して音がパーンって飛んでいく感じとか、まあ、これって、ある意味ではヘッドフォンでは味わえない、スピーカーとこのアンプだからこそ味わえるね、据え置きの楽しみ方、ハイファイステレオの楽しみだと思うんですよ。これがね、この魅力がね、私はね、このアンプには詰まってるんじゃないかなって思うんです。だから好きなんですよ。でも反面ちょっと足りないところっていうのもあって、それは何かって、例えば音色の色気、
ツヤ感みたいなものはあまり感じないし、まあ、あるいはその表現力みたいなところかな、まあ、なんていうかちょっとこう言葉では説明しづらい少し感性的な部分っていうところだとちょっとね物足りなさというかまあ、普通だなっていうふうに感じるんですけども、でもやっぱりそのこうパワーこうグイってくる感じとかパーンって飛んだりする感じとかね、ちょっとゴイゴイがなんか乏しくなってますけど、そのあたりにねすごく大きな魅力があるので全体として私は好きです。うん。でじゃあ次にまずシングルでの魅力っていう意味で言うと、そのね先ほどもちょっと言ったところにもあの繰り返しにもなるんですけども、まずやっぱり音のねリアリティみたいなものがありますよね。パワーがあってその音がまさに飛んでくる、その飛んでくる時の実在感みたいなものを感じることができる音なの。でも反面ただね、これはパワー感って言ったんだけど、バイアンプとか BTL を聞くとシングルはあそれでもパワーなかったんだっても思う。うん。でもね、そのやっぱスピーカーからの音離れ感とか、そのリアリティみたいなところっていうのは、すごく私は大きな魅力がシングルでもね、あるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、反面、先ほどもちょっとこう弱点というか、少し気になるところで言うと、その音のね、ツヤ感というか、なんかしっとり感というか、そういうようなところはなくて、まあ、若干なんというか聞き方によっては無機質に聞こえるような部分があるかもしれない。うん、ただね、後ろの方を聞いていただければわかるんですけど、それはね、まあ、ジェイソン・ムラーズとか、ああいうアコースティック系の、 曲だと、まあ、ちょっとねそういうところが欲しいなと思わなくもないんだけども、アドのねオドとかなんかああいうようなこう打ち込み系のこうグイグイくる感じだと、もうそんなん全然気にならなくて、もうとにかくもう体が動くような感じになりますからね。まあこれはよしあしというか好みの違いなんじゃないかなっていうふうには思ったりします。でもう一つこれちょっとだけこれはね悪いこと言うんですけども、情報量はシングルの場合は多いわけではない、うん、少ないわけではないんだけども、上位機種とかに比べて圧倒的に情報量がまあ、並んでるかっていうと、やっぱりここは少し価格を感じる部分かなっていうふうには思いますね。まあでもこれは結構厳しく見た評価だから、全体としては本当にすごくよくできているんじゃないかな。低音なんかもね弾むような質感があって、すごくね気持ちよく聞こえますしね。はい、このあたりがまずはシングルでの感想なんじゃないかなっていうふうに思います。次にバイアンプでの感想なんですけども、どうでした？すごくなかったですか？いや私ねちょっとネタバレしますけど、 BTL はそんなに好きじゃないんですよ。でまあ、今回ねちょっとそうだお話し忘れたんですけども、今回1台は自分で所有してるもの、こっちのシルバーがこれが私のもので、でこの黒の方はレンティオっていうレンタルサービスで借りたんですよ。1週間借りたんですよ。うん。でなのでまあこれもともと1台持っててシングルでは結構いいなって思って、でもこれ BTL にしたらどうなるんだろうって思って買って借りてねやってみたんですよ。そしたら BTL だとなんかいまいちだなって思ったんですけども、バイアンプにするとうわーって先ほど言ったちょっと語彙がねなくなっちゃってますけど、先ほど言ったそのシングルでの良さっていうのがより際立って、そしてシングルでの若干の弱点っていうものがバイアンプだとすごいクリアされてるんですよ。ですから例えばその広域っていうものがスパーンと出てくるのがさらにね残っていますよね。あるいは低域のその弾むような感じっていうのが弾むだけじゃなくて深くなってる。そして空間がもうとにかくねシングルの時よりも圧倒的に広くなるんですよ。いやこれね一聴する価値あるね。このバイアンプは、バイアンプは本当にすごい。うん。実際まあ、アンプで言うとね私のエソテリックの F03 は103万円とかですけど、定価103万円ぐらいですけども、いくつかの項目においては並びますね。空間の広さとか音離れとか低域の弾み感みたいなところで言うと結構並べるんじゃないかなって私は思う。こうなるとね AP701 のねバイアンプも聞きたいなと思うんですけども、まあ本当にAP505 のバイアンプにした時はこの 707S2、 前回ねご紹介した 707S2 がうわこれはなりきったわって感じが皆さん聞こえたんじゃないかなって思うんですよ。まあ、それぐらいこのバイアンプは非常に魅力がある構成なんじゃないかなっていうふうに思います。そして最後に BTL なんですけども、いかがでしたか？これね空気録音はねかなりよく撮れたリアルはねちょっと空気録音とね感じが違うんですよ。っていうのは
多分空気録音だとすごく低域がねものすごくドライブできてる感じがすると思うんですよ。で実際リアルで聞いても低域のドライブ力とか量感とかっていうのはすごい、もう本当に低域が圧倒的に改善される感じはするんですよ。ただし高域とか中域の透明感みたいなものがちょっとなくなって、若干ね BTL の方がのっぺりしちゃうというか平面的になっちゃうとか立体感が失われちゃうというか、そういうところがあるんですよ。なのでそのパワー感っていうのは確かに出るんだけれども、でも BTL の場合はその中高域の透明感とか繊細さみたいなものっていうのが失われて、パワー感とそのバランスみたいなものっていうのが若干取れてないような感じがしなくもないですね。ただ先ほどのね繰り返しになりますけども、2大構成意味ないかっていうと全然そういうわけじゃなくて、当然 BTL でもね音色の変化っていうのは試せますし、とにかくバイアンプは非常に素晴らしいから、これは1台でもね私は本当にいいアンプだなって思いますし、2台にするとかなり凄まじいパフォーマンスが出る。まあそういったね、そのまあでもスピーカーがバイアンプ対応してるかどうかっていうのもスピーカーによるから、B&W はねバイアンプ対応してるからすごくいいなって思いますし、そこは当然スピーカーとの組み合わせっていう話にもなってきますけれども、バイアンプ対応しているスピーカーを使われている方がAP505 を購入されるっていうのは、これは2台に拡張するっていうようなステップアップも含めて私は非常におすすめできるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。まあね、ちょっとね気に入りすぎて感情的なコメントになってしまってね、あんまりちょっと解説できなかったような気もしますけど、まあこのね私のテンションとか言葉のニュアンスとかね、このねアンプの魅力というものが、まああくまでもね私の意見ではあるんですけども、このアンプの魅力というものが少しでも皆様にお伝えできれば嬉しいなというふうに思っております。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあこれからね空気録音がね流れますけれども、ぜひよろしければそちらもお楽しみください。そしてもしよろしければチャンネル登録高評価いただけますと幸いです。それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。さようなら。本当なら君をふわふわしたいならどうぞ開演準備した the spring, so control your desire to curse while I crucify the verse. This verse I've started seems to me the tenth antithesis of melody. So despair you all
We'll skip the dumb thing and sing the refrain. Come on! Of melody, so to spare you all the pain.
We'll skip the dumb thing and sing the refrain. Come on! Of melody, so to spare you all the pain,
We'll skip the dumb thing and sing the refrain. Come on! Silence.